お腹を引き締めたい人は次から膝をついてプランクをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引き締めたい人向けの膝をついたプランクを紹介します。プランクといえば、通常肘とつま先で体を浮かせてキープする脊柱起立筋と腹筋に効かすエクササイズなんですけども、膝をついくことによってメリットが4つあります。たったの20秒でしっかり効きます。次に腰を痛めにくいです。そして行いやすいです。骨盤を後傾させやすい。普通のプランクでしたら、骨盤を後傾させてお腹を締めないとですね、腹筋よりも脊柱起立筋に効きやすいです。反り腰の人が普通のプランクを行うと、骨盤を前傾させずに行ってしまうので、さらに反り腰が悪化してしまう。腹筋に効きにくい、腰を痛めやすい、そのようなことになってしまいます。で、今回膝をついて行うことによって、たったの20秒でしっかり効きます。ではやり方を説明していきます。まず通常のプランクの場合は、このように体を浮かせます。この時に腰が反れてしまうと腹筋に効きません。腰を丸めれると腹筋に効きます。ですが、これもやっている人はもう慣れてきてですね、もう30秒40秒楽にできてしまいます。そうなるとやらなくなります。ですが、プランクというのはお腹引き締めにはいい種目ですので、これはですね、膝をついてやることによって効きます。まず手を伸ばして肘をつきます。で、手はグーもしくはパーで踏ん張ってください。これで体を持ち上げるだけです。これで20秒間キープしていきます。これのメリットは、腰を反らしたまま体って持ち上がらないので、必ずこのように骨盤を後傾させれます。なので、お腹にしっかり効かすことができます。これを一緒に20秒間やっていきましょう。しっかりまず手を伸ばして、肘をついて、つま先を立てて、お腹を引っ込めていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20。うぅぅ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 ぅ、お疲れ様でした。どうでしたか？普通のプランクよりしっかり効いてないでしょうか？どうでしょうか？コメントをぜひお待ちしております。今みたいに膝をつくことによって腰を痛めにくいです。そしてプランクももちろん脊柱起立筋に効かしたい場合はですね、無理に骨盤を後傾させずにフラットの状態で体を浮かせれば、腹筋脊柱起立筋両方にまあ効かすことができるんですけども、しっかり腰を丸めてお腹を締めて体をキープすることで、締めているお腹の筋肉が体重支えることによって引き伸ばされる感じになりますので、お腹にしっかり効くと、腹筋ローラーみたいな効果を得られるということになります。たったの20秒ですので頑張ってもらえたらと思います。今日は普通のプランクよりも膝つきプランクが効きますよっていう動画内容でした。頑張った方、勉強だった方、よかったらコメント、グッドボタン、そして登録されてない方は今後もエクササイズ載せていきますので登録よろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。